はい、どうも皆さんこんにちは。オーディオ系のガジェットを専門にレビューしている YouTuber のだらまのです。今回ご紹介しますのはこちら、非常に人気で常に品薄状態になっている究極のナチュラルサウンドのモニターヘッドホン、TAGO STUDIO T3-01 を今回ご紹介します。モニターヘッドホンといえば、ソニーのね、CD900ST が有名で、レコーディングスタジオではね、必ず置いてあると言ってもいいぐらい定番のヘッドホンになっています。もうレコーディングする時にももちろん使えますし、あとリスニング専門でね、使用してる方も多くいて、本当に人気のモニターヘッドホンなんですが、しっかりとね、音を捉えられるように、高音もね、結構エッジが効いていて、僕的にはちょっときつめになっていますし、やっぱ音の距離をね、ちょっと近くするためなのか、イヤーパッドも薄くてね、速圧も強めなので、音的にも、装着感的にも、長時間使用するのはね、僕的にはちょっときついなと思っていて、今まで購入してきませんでした。そんな中ですね、僕が本当にこれいいなと思えるモニターヘッドホンがこちらの TAGO STUDIO T3-01 です。究極のナチュラルサウンドということで、変にね、音を強調したような帯域もないし、硬すぎず柔らかすぎず、聞き心地も非常にいいし、装着感もかなり良くて、長時間ね、使用しても痛くなりにくくて、もう僕的には完璧ですね。非常に気に入りました。今回ですね、ONZOというイヤホンやヘッドホンをレンタルできるね、そのサブスクのサービスでこれレンタルしたんですけども、あまりにも良かったんでね、今度購入しようかなと思ってるぐらい、非常に気に入りました。まずはですね、外観をご紹介しますので、開封シーンをどうぞ。はい、ということで、TAGO STUDIO TAKASAKIの T3-01 開けていきます。ONZOさんでレンタルしてるので、ここにね、シール貼られてますね。ほい。あー、こんな感じのバッグに入ってるんだ。こんな感じのね、レザー調のバッグに入ってるようですね。持ち運びもしやすそうです。で、ここにちょっと取っ手がついてますね。で、ここにTAGO STUDIOと入ってますね。開けます。ほい。おー、あー、なんか想像よりもコンパクトですね。結構小さいです。まずこちらパンフレットっていうのかな。どんなこだわりがあるのかっていうのが書かれたものと、あとこちらに取扱説明書が入ってますね。で、こちら 3.5mm から 6.3mm にね、変換するアダプターもついてますね。で、ケースの中はこんな感じで、ちょっと小物を入れる部分がありますね。はい、ではヘッドホン見ていきます。いや、すごっ。手触りがすごくいい。ここが木製になってるんですよね。木でできています。非常にすべすべで、綺麗に加工されてます。で、そこに、TAGO STUDIOと書かれてますね。これすごい。木目も非常に綺麗ですね。国産の楓材を使用してるみたいです。家具とかね、建築とか長年様々な木と向き合ってきた、飛騨高山のオークビレッジによる一品ということで、かなりこだわってる木になってるんですね。で、これ反対側も、同じように木でできています。楓材はね、楽器でもよく使用されているもので、モニターサウンドに有利な、原音に忠実でかつナチュラルな響きが得られるということで、見た目だけじゃなくてね、やっぱり音にもこだわって、楓材を使用しているようです。このヘッドバンドのこの部分は結構ね、この通気性のある素材になってますね。ちょっとメッシュっぽい感じになっています。で、こちらにTAGO STUDIOとロゴが入ってますね。ここに、高崎と書かれてますね。で、ここに R と書かれていて、こうやって、頭の大きさに合わせて調整することができます。そんなに大きくないですし、重量も結構軽いです。木が使われてるということだったので、ちょっと重たいのかなと思ったんですけども、全然軽いですね。で、またこのイヤーパッドも結構分厚くて、モニターヘッドホンって結構このイヤーパッドが薄くて、できるだけドライバーとこの耳の距離をできるだけ近づけて、音のね、距離をできるだけ近くしようっていう風な試みがされてるヘッドホンも結構多いんですけども、T3-01 のイヤーパッドはそんなに薄い感じじゃないですね。ケーブルはこんな感じで 3.5mm のプラグになってますね。で、こちら赤い方を R 側に挿します。赤い方をですね、R 側に刺します。で、この黒い方を左側に刺します。価格がだいたい6万円ぐらいなんですけども、触ってみた感じはそれ以上の高級感があるように感じますね、僕は。じっくりとね、聞いてみたいかなと思います。はい。ということですね。先ほどの開封シーンから3週間ほど経ってます。しっかり使いましたので、いつも通り使ってみていいなと思った部分とちょっと微妙だなと思ってしまった部分も述べていきます。まずいい部分ですが、デザインがね、想像以上にいいですね。ハウジングの部分が国産のね、楓材を使用してるということで、木目も非常に綺麗ですよね。木材を使用してるモニターヘッドホンってね、あまりないですし、木目もね、一つ一つ模様が違うでしょうから、オリジナル感があっていいですよね。手触りもね、非常にこれ、ツルツルで、もうツルツルっていうか、サラサラっていうか、本当に手触り良くて、しっかりとね、加工されていてね、上質な感じがします。またこれ使用感も非常に良くて、僕は音源制作する機会もあるかもしれませんが、どちらかといえば今は動画の制作でね、ヘッドホンを使用してるんですけど、長時間ね、使用することになるので、速圧が強すぎるとね、痛くなるから嫌だったんですけども、ちょっとこれね、帽子の上からだからちょっとあれなんだけど、本当にね、これちょうどいい速圧なんですよね。むしろそのヘッドホンの中ではちょっと弱めと言ってもいいぐらいなんじゃないかなと思います。これなら長時間使用しても全然痛くならないので、快適に使用することができますね。またこのヘッドバンドの長さもね、これ無段階で自由に調整することできますから、自分のね、頭の大きさに合わせて一番いいところに設定することできます。それにこのイヤーパッドがね、これベロアになってるんですね。ベロアの方がね、蒸れにくいので、長時間使用する上でもいいですよね。それに先ほどご紹介しましたソニーの CD900ST のいいところの一つに、業務用というのもあるし、人気ということもあって、交換用のね、パーツが簡単に手に入るという部分がありますが、T3-01 もね、交換用のパーツが結構売っていまして、長いこと愛用することができるので、実際にこれ使用してみてね、使用感もいいし、長く使えるようにね、パーツもあるし、本当にこう妥協なく作られてる感じがします。それから音質についてですが、最近買ったですね、アンテロープオーディオの前後シナジーコアを使用して音源を聞いてみました。本当にね、ナチュラルな音質で、低音から高音までバランスいいですし、硬すぎず柔らかすぎずね、質感もちょうど良くて、音場はね、すごい広いっていうわけではないんですけども、やっぱり適度に広いというぐらいで、究極のナチュラルサウンドというのもね、正直納得できる音質でした。低音はね、結構あっさりしてるというか、不足してる感じはないんですけども、EDM とかね、あとこう打ち込み系のこう結構下の方まで鳴ってる低音とかなんかは、ちょっともう少し下まで出た方がいいかなっていう印象が個人的にはありますね。でもフラット目で、ぼわつく感じも全くないですし、モニターヘッドホンとしてね、かなりいい低音で分かりやすいですね。中音はですね、結構こう厚みがあって、フラットとは言ったものの、少しね、こう中音が前に出てきてるようなバランスというか、ちょっとね、こう存在感があって、ボーカルがね、しっかりとね、クリアに聞こえる印象ですね。厚みがやっぱある分、ちょっとこう奥行きも感じられて、立体的にね、感じることができますし、その分ね、定位も分かりやすいんじゃないかなと思います。高音はですね、しっかりと出るんですけども、そんなにね、上の方まで鳴ってる印象はなくて、ちょっと控えめには感じますね。シンバルの質感もね、ちょっとこう分かりにくいような楽曲もあったりとかしたので、僕的にはもうちょっと量があってもいいかなっていう感じはしました。ただ、このTAGO STUDIOのね、T3-01 のすごいなと思うところは、高音にね、フォーカスを合わせるとというか、高音を聞こうと思えば、割とこう控えめな感じあるんですけども、しっかりとその高音の感じがわかるんですよね。CD900ST みたいに、もう高音をガンガン出してるというわけではないんですけども、でも高音を聞けばちゃんとしっかり高音もわかるし、中域を聞けばちゃんと中域もわかるし、低音を聞こうと思えば低音もね、ちゃんとわかるし、やっぱりこうモニターヘッドホンらしくその一つ一つの音をこう聞こうと思えばちゃんと捉えることができるっていう部分は、控えめの割にちゃんと捉えられるんですよね。だからそこがすごいなと思う部分ですね。音場はね、自然な感じで、その分定位もわかりやすいので、さすがモニターヘッドホンですね。ただね、そんなにものすごい広いっていうわけではなくて、適度に広くてこうナチュラルな自然な感じがします。でですね、ちょっとこう中音に厚みあるけども、ナチュラルでね、聞き心地のいい音質で、長時間使用してもね、疲れにくいのがいいですね。ただそのあんまりこう情感豊かではないと言いますか、ちょっと淡白でね、こう躍動感がないというか、メリハリがないというか、若干味気ない感じはするかもしれないですね。それが逆にね、そのモニターヘッドホンなんだなっていう風に思える部分ですね。リスニングとはちょっと違う感じがします。この前ゼンハイザーのね、この後ろにもこれゼンハイザーって書いてあるんですけども、このゼンハイザーの HD800S と HD820 の動画出したんですけども、やっぱりこう音楽をね、こう純粋に楽しむという場合は、HD820 のようなね、ちょっとこうメリハリがあって、こう躍動感のある感じのね、結構情感豊かな音なので、そっちの方がやっぱ楽しめるのかなっていう感じはこれ聞いて思いましたね。それから微妙だなと思ってしまった部分なんですが、特になし。いろいろこう、ああだこうだ言いましたけども、モニターヘッドホンとしては最高で、ナチュラルな音質で聞きやすいですし、フラットでね、このナチュラルな感じが好きな方はかなり好まれると思いますし、ぜひ聴いてほしいヘッドホンですね。はい。ということですね。TAGO STUDIOの T3-01 のご紹介でした。TAGO STUDIOはですね、群馬の高崎にあるレコーディングスタジオなんですけども、そのTAGO STUDIOのあるその道をちょっとそれてね、細い道をこう通ったところの左側に高崎トラストというですね、ライブハウスがあって、そこでよくライブやらせていただいてたんですよ、僕が。なのでそのTAGO STUDIOの前はね、もう何回も通ったことあるんですよ。なんですけども、ずっとダンススタジオだと思ってました。すごいね、こう立派な建物で、地元のバンドマンもその入らないような感じだったので、勝手にダンススタジオだと思ってたんですけども、すごい立派なレコーディングスタジオなので、多分その地元のね、そのアマチュアなバンドっていうのはあんまりその関わることがないような音楽スタジオなんじゃないかなとは思います。本当にこうプロの方が使うような、もう本当にプロユースのレコーディングスタジオということですね。この CD900ST にはないね、このナチュラルさはね、モニターヘッドホンを探してる方にもチェックしてほしいですし、普通にこれリスニング的にもかなりいいなと思いました。結構ナチュラルで中域ががね、特にこう厚みのある音がいいっていう方は気に入る音になってると思いますので、ぜひねチェックしてみてください。ということで、この動画良かったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録、それからですね、下に Twitter のリンクも載せておきます。ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。なるものでした。